はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回ですね、ポリリズムというものについて解説していきたいと思います。ポリリズムってね、名前ぐらいは聞いたことあるよという方いるかと思うんですけれども、具体的には何なのっていう方がね、結構多いんじゃないかと思います。はい、ポリリズムってね、今聞いてもらったようなものなんですけれども、なんかね、難しそうと思うと思います。そう、確かにね、難しいものとそんなに難しくないものもありますので、この動画でですね、そんなに難しくない方から、順を追って解説していきたいと思います。ポリリズム全く知りませんと、全然初めて聞きますという方でも理解できるように、本当に初歩の初歩から解説していきますので、この動画でポリリズムって一体何なのかっていうのをね、突き止めていただいて、せっかくなんで簡単なポリリズム、これぐらいは叩けるようになりましょうといった内容になっておりますので、興味がある方、ぜひ最後までご覧ください。はい、ポリリズムのポリというのは複数という意味なので、定義から考えるとですね、複数のリズムということになります。はい、複数のリズムってね、いろんな取れ方できるじゃんと思うと思うんですけれども、その通りでございまして、ポリリズムってね、結構いろんな切り口があります。で、僕の言葉でですね、超簡単に解説すると、割り切れないものが同時になっている状態がポリリズムだと、言えると思います。ポリリズムだなと感じられる、状態っていうのは、アンサンブルの中、音楽の中、太鼓が鳴っている中で割り切れないリズムが同時になっている状態です。はい、実際にちょっとやってみますので、聞いてみてください。冒頭にやったやつなんですけれども、一緒にカウントをしながら聞いていただけたらと思います。はい、僕に合わせてカウント、1、2、3、4と歌ってみてください。1、2、3、4 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 はい、という感じでございます。一体何が何やらという感じだと思うんだけれども、今ね、1、2、3とこうカウントしてもらっていた、このカウントはいわゆる音楽における拍というやつですね。ビートとも言いますけれども、ほとんどの音楽に存在する、音楽リズムを進行させるために必ず存在する拍というものでございますと。はい、でこの1、2、3ってね、拍に対して、どういうふうにリズムが鳴っていたのかっていうのが重要で、今ね、1、2、3、4に対して、1、2、1、2、1、2、1、2ってこう、タンバリンが2分割、する形で鳴っていた。この拍と拍の間を2分割、つまり、打数にして倍だね。1、2、1、2、1、2、1、2鳴っていましたと。はい。で、カウベルはどうかというと、カウベルはね、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、3で3分割する形で鳴っていましたと。で、これ2と3なんで、もうすでにこれ。1、2、3、4。はい。割り切れない状態になったと。2と3なんでね。これ、いわゆるもうポリリズムでございます。これ、すでにポリリズムになっています。はい。お分かりいただけましたか？ 2 と3で、割り切れない状態。さっき僕が言った割り切れない状態っていうのはこういうことね。一つの拍に対して2と3。はい、これが混在している状態というか、同時になっている状態がポリリズムというわけなんですね。で、さらに上の太鼓は何やってたかというと、こんな感じですと。これ拍に対して何分割だか分かりますか？というわけで、タンタンタ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 、5分割だったんですね。5かと。135、135、135、135、135、135、135、135だったという種明かしでございました。はい。つまり、一つの拍、カウントに対して2分割と3分割と5分割がが同時になるとこうなると、いう感じです。はい、いかがでしょうか。これがポリリズムっていうやつですね。これを聞いて、うわ、かっこいいと思った方は引き続き見ていただければと思います。うわ、ちょっと無理だわ、気持ち悪いわという方はね、またの機会にお越しくださいませという感じでございまして、今ね、例えば2と3と5ってね、割り切れないもので鳴らしましたけど、まあこれに限らずです。割り切れなければ、まあどんなバリエーションもあり得るっていう感じですね。偶数だと割り切れちゃう。例えば2と4とかね、2と6だと結構綺麗に割れちゃうっていうか、綺麗に聞こえちゃうんですけれども、4と3とかね、割り切れない関係であればポリリズムになり得ます。はい、そこで試しシェイカーを振ってみたいと思います。シェイカーね、ほとんど多くの方がこんな感じで振るんじゃないかなと思います。はい。拍に対して、式式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 ってね、4回発音する形ですね。1234、1234、1234、1234。はい。まあ、ほとんど多くの方がね、シェイカーこんな感じで振ると思います。まあ、つまり、シェイカーっていうのは拍に対して4分割で、なっている楽器であると。で、これに対して何か違うリズムを鳴らしてみましょう。例えば、拍に対して2分割ね。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。これを同時に鳴らしてみましょう。せーの。はい、こっちのシェイカーが1、2、3、4の4分割だったのに対して、手のコンガが1、2の2分割だったので、これ偶数で割り切れたっていうことになります。はい。なんで結構すっきり聞こえたっていうかね、自然に聞こえたと思うんですね。で、これは偶数だったというわけで、ポリリズムではありません。これはポリリズムとは言いません。はい。じゃあポリリズムどうかっていうと、例えばね、こっちが4に対して3で、叩くとかね、いった場合です。123、123、123、123。はい。これ同時に鳴らすとどうなるかっていうのをやってみましょう。せーの。はい、いかがでしょうか。これが、ポリリズム状態ですね。太鼓じゃなくても、こういうふうにシェーカーみたいなものでも、4分割しているものと3分割しているもの、つまり割り切れないものが同時になっているとポリリズム状態になるっていうことなんですね。はい、これさっきよりちょっとこうゆらっとするっていうかね、ふわっとするっていうかね、何かしらこう違和感を覚えると思うんですね。あるいは逆にこれが自然と気持ちいいわという方もいるかもしれないんですけれども、これは結構割り切れない状態でなっております。ちなみにこれ余談ですけれども、こう2種類のものを鳴らしていた時に、どっちかにね、つられてきちゃう、寄ってきちゃうっていうことがあると思うんですね。例えばこの4と3を鳴らしていたら、この4の方がだんだんこう3にね、つられてきちゃう、寄ってきちゃうっていうことあると思うんですね。そうすると、この4だか3だか分かんないっていうかね、どっちつかずの曖昧なリズムになると思うんだけれども、これが俗に言うなまっているっていう状態ですね。きっちりと、これこそ割り切れない。ダラダタ、ダラダタ、ダラダタ、ダラダタみたいな。はい。はい、これがいわゆるリズムの訛りというやつで、この訛りっていうのはやっぱりポリリズムとすごく密接な関係にあるんですね。はい。はい、いかがでしょうか。なんとなくポリリズム見えてきましたでしょうか。まあ、割り切れなければそれはポリリズムになるっていうことなんで、すっごい雑にやるとね、偶数で演奏してるところに何か奇数を鳴らしてあげれば、もうそれだけでポリリズムになりますと。はい。奇数っていうのはつまり3とか5とか7っていうことなんですけれども、5とか7っていうのはね、結構細かいし、結構難しいですから、あんまりありません。多いのはやっぱ3ですね。3。で、ここからは実際にポリリズムを体感していただこうということでですね、ぜひ、ポリリズムね、今回叩けるようになっていただきたいなと思います。すごい簡単です。今回やるのは、片手で2。1、2、1、2、1、2、1、2。で、もう片手で3ですね。123、123、123、123。はい。この2と3を同時に叩くっていうのをやってもらいます。はい。こんな感じです。はい。このポリリズムをできるようになりましょう。はい。楽器がある方は楽器で2種類の音がね、出ると分かりやすくてベストですけれども、まあ、2種類の音出ないと、まあ、そもそも楽器もないという方ね、別に膝の上でも構いませんので、手を叩いてポリリズムやっていただければと思います。はい。で、今回やる2と3のポリリズム。はい。これね、いきなりこう、こっちが1、2、1、2で、こっちが1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい。これで考えながら同時に鳴らして、できたら、もうそれであなたは OK です。はい。できた方ね。はい。多分ね、多くの方はね、みたいな、こうちょっとこんがらがっちゃうってね、2だか3だかちょっとどっちだかよくわかんないみたいな状態になっちゃうと思います。はい。そういう方にね、とっておきの方法があります。それはね、歌うっていうことですね。歌う。このリズムをもうこのまま覚えてしまう。はい。これ聞いたまま僕歌いますけども、カットカトン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 という歌い方になります。まずね、この歌い方を一緒に合わせて歌っていただければと思います。いきますよ、せーの。カットカト、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 カットカト。はい。覚えましたでしょうか？もうこれをね、ひたすら歌って、もうひたすら歌って、もう体に染み込ませる、なじませる状態にしてください。カットカト、カットカト、カットカト、カットカト。はい。できればこうね、拍の位置、手で叩いたり足踏みをしたりするとなおいいかなと思います。カットカト、カットカト、カットカト、カットカト。細かく歌うと、カツとカトツ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 っていう感じなんですけども、カットカトでいいかなと。カットカト、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 カットカト。もうね、これ夢に出るぐらい歌ってくださいね。カットカト、カットカト。はい。はい、では歌で覚えましたら実際に手で叩いてみましょう。ちなみに歌で歌っていたカが2でドが3に当たります。まずカから叩いていきましょう。カットカト、カットカトって口で歌いながらカの位置に片手で音を鳴らす手を叩いてみてください。カットカト、カットカト、カットカト、カットカト。こんな感じです。膝を叩く方はカットカト、カット、カト、カの位置です。カット、カト、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 カット、カト。はい、できましたね。はい、そしたら次はドをもう片方の手で叩いてみます。カット、カト、カット、カトなんで、カット、カト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 、カット。カート、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 カート。はい、できましたでしょうか。もう一回いきますよ。せーの。カット、カート、カット、カート、カット、カート、カット、カート。はい。はい、それぞれカの位置とドの位置が分かったら合わせて叩いてみます。いきますよ。せーの。カット、カート、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 カット。カート、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 カート。はい、いかがでしょうか？できましたでしょうか？これですでにね、もう実はポリリズムになってるんですけども、最後のおまけとして、こっちに1で足します。今ね、カット、カート、カット、カートって、こっち3のはずなのに2発しか叩いてねえぞと。いうことになってます。カット、カート、カット、カート。あれ ?1、2、3、1、2、3っていう状態になってるんで、1を叩く。1はね、最初のカと同時です。カとカート。カとカート。はい。なんで、最初のカは同時叩き。ガにしましょうか。ガとカート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 。もう一回いきますよ。ガが同時でドカドとなります。ガドカド、ガドカド、ガドカ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 ド。はい、これはねもうポリリズムになっております。はい、よく聞いてみてください。ガド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 1231231231231212122ガド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 。はい、いかがでしょうか。これが2と3のポリリズムでございました。はい、というわけで今回はポリリズムの入門編ということで簡単なポリリズムについて解説しました。この動画が反響あればですね、続編という形で、もうちょっとディープなポリリズムの世界についてね、解説する動画も作ってみようかなと思いますけれども、反響がない場合この動画でおしまいと、打ち切りという感じになりますので、何かありましたらね、ぜひコメントとか Twitter で感想をお寄せください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので、概要欄再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブ使ってパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。